はい、本日の動画もとても素晴らしい出来栄えになっていますので、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これ大久保キングさんで買ったやつの、何を買ったかっていうのをちょっとこう開けてみたいと思います。でですね、ティーダ君が眠ってるので、ちょっと声を小さめに撮影していきたいと思います。はい、では開けましょうか。オープン。開けれない。ハサミで切った方がいいじゃん。なんでオープン。ハサミ持ってくる。オープンはひめちゃんと同じでしょ。オープン。はい、ちらも開けて。そうしよう。はい、ここ開いた。よいしょ。せーの。こちらですね。シーフケースが壊れててなかったんで、シーフケース新しいの買いました。それとですね、こちらプロゼリー。ゼリーいっぱい食べれるよ。このゼリー結構入ってる。食いつきがいいんですよ。全部きれいに食べてくれるので、もう次から全部この餌を使おうかなと思って、ちょっと大量に購入させていただきます。よいしょ。見てこれ。完成。ぜひ5袋。ぜひ5袋。うん。なんか入ってる。それとですね、今年新しい産卵セットを組んでみようと思いまして。これ禁止ブロックなんですよ。でも産卵用って書いてあるんですよ。なんか入ってる。産卵用で、これは産卵セットを組むようにやると、これに卵を産んでくれるらしいです。普通の禁止ブロックと一緒のブロックになってますね。見てこれ、これがコバエシャッターです。コバエシャッターやばけそう。コバエシャッターになっております。上にですね、フィルターがあるので、コバエとかが入らないようになっております。これも結構上も段差があるので大容量です。これに産卵セットを組んでいきたいと思います。だって黒いから。こちらが小さいやつもあります。ちっちゃいのもあります。クワガタのケース。いや、クワガタの医療品とか買いに行けないときは、自分は大桑キングさんでいろいろ購入させていただいています。なぜ大桑キングかと言いますと、送料がですね安いんですよ。何個頼んでも全国行けるじゃないの。何個頼んでも本州ですね。本州は550円発送してくれるので、自分は、そこがいいなと思って大川キングさんでいろいろ購入させていただいております。じゃじゃん。ありがとう。なんか今待って、いや、違う、パパ大事ですか。こちらのブラックも3つありました。じゃあこれはあれ、何これ。何も書いてない。じゃあさ、ふわ。じゃあさ、この箱に入ったら。この箱入ってる。くぬぎさん。じゃあさ、この箱もする。これ産卵マットですね。くぬぎ産卵マットです。マットです。じゃあさ、このさ、段ボールに入ったら、おぼろみたいだよ。そうだね。おぼろみたいだね。うん、こちらが、完熟ビートルマットですね。これはカブトムシの。産卵用のマットになっております。これにコーカサスのメスを入れて卵を産んでもらいます。これ卵見て、これでも卵はあるよね。はい、ですね、今回買わせていただいたのがこちらになっております。こちらがですね、河原滝禁止ブロック3500。こちらは産卵用の
禁止ブロックになっております。でこちらがプロゼリー、じゃん、食いつきがいい最高のゼリーです。でこちらから勾配シャッターのみに勾配が入らないようにチークします。でこれがチューですね。チューチューでも結構大きいんですよ。結構大きいんですよね。なのであの産卵セットをこれに組んでやっていきたいと思います。いつもあの青とか緑とかの隙間がギザギザ空いてるやつ使ってたんですよね。あのあっちに行ってるやつ、コーナーとかに売ってるやつとかでやってたんで、コバエが一回発生するとすごいんですよ。お家中がコバエだらけになって妻に怒られるんですよね。なので今年はこれを使ってちょっとそのコバエ対策の方もやって、家族に迷惑をかけないように、しっかりと飼育していきたいと思います。でこちらがあの産卵用のマットですね。名前がクヌギ産卵マット、クヌギ産卵マット。あ、こちらこっちがクヌギ産卵マットで、こっちが完熟ビートルマット。コーカサスに、卵を産んでもらうために、こちらカバソテスでいただきました。はい、ということでですね、今回は、オオクワガタじゃない、オオクワキングさんでこちら買いましたっていう紹介の、動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。また見てね。バイバイ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 。